三つ毛駅は新潟県三つ毛市本所2丁目にある東日本旅客鉄道新越本線の駅である三つ毛市の中心駅で特急白雪の全列車が停車する三つ毛駅は三つ毛町中心部と今町中心部のほぼ中間にあたる水田地帯に設置されたこのため開業当時は利用が伸び悩み三つ毛町は周辺市町村と比較しても発展がやや遅れることに なった。その後、三つけ町と今町は合併し、1970年代後半から90年代にかけて今町地区を中心に、北陸自動車道、上越新幹線、さらに国道8号、三つけバイパスなどの交通幹線の整備が進むと、当駅の利用が伸び、駅周辺が急速に宅地化していった。停車中の快速、首木や短式ホーム2面2線を有する地上駅。 かつては二面三線だった。両ホームはバリアフリー対策のエレベーターが併設された。古戦橋で連絡されている。長岡駅が管理し、JR 新潟ビジネスが住宅する。業務委託駅。駅舎には緑の窓口、自動券売機、指定席券売機のほか自動販売機、トイレ等がある。自動改札機が3通路設置されており、全通路で。 スイカ等の IC カードが利用できる。駅舎北寄りには地下自由通路があり、西口に連絡している。西口にはロータリー、駐車場、駐輪場がある。JR 東日本によると、2018年度の1日平均乗車人員は2157人で、ある利用客数1。近年の推移は以下の通りである。周辺は住宅地となっている。見つけし、 今町地区の中心部へはいずれもバスで10分ほど。2018年4月現在では、見つけ市、コミュニティバスが当駅と見つけ、今町両中心部を結んでいる。おおむね列車との接続を考慮したダイヤで、両方向とも、毎時2から3本ほど運行されており、各便とも、当駅前で4分ほどの停車時間がある。運行区間は、 コミュニティバス車庫三つけ駅前引く、道の駅パティを新潟であり、ABB2 の3通りの停車パターンがある、東日本旅客鉄道新越本線、快速長岡駅三つけ駅三条駅普通、押切駅三つけ駅帯織駅、ありがとうございます。